スタジオリバーサイド。はい、旅した淳です。私ですね、成人型の ADHA 注意欠陥多動性障害という病気です。これの特徴といたしましては、簡単に言うと、じっくり考えなきゃいけないことを後回しにする、過剰に活動的になったり、何かをせずにいられなくなったりする。これもう当たってますね。で、その診断をしてくださったのが、恵比寿にある、恵比寿メンタルクリニックという病院に勤めてらっしゃる高畑圭介先生という先生がその分野のスペシャリストでして、その頃まだ症例がそんなになかったんですね。で、北里大学、この部分のね、傷になってしまったんですが、これは全くの一般の菌から、日常菌と呼ばれる菌がたまたまここに体調が悪い時に入ってしまって、それは手術していただいて、全部ある程度産んだ部分を除去してもらってね。で、こういう形で当初も全く腕切断かって言われてたんですが、動くようになりました。本当に感謝しております。そしてその後、精神科の先生から、やっぱりテストの内容として、簡単な図形をどれぐらい覚えてられるか、四角とか丸とかね、そういったものを5分間見て、で、丸、三角、四角、それを5分見て10分休む。じゃあ、はい、次、さっきと同じものを書いてくださいって言われると全く書けないんですよ。書けるか書けないかっていうのは、それを記憶する必要があるかないかを脳が判断してるんだと思うんですね。脳がこれを覚えておかないと大変だぞっていうふうに思うと思うんですが、私にとってその時点で丸、三角、四角を覚えていることよりも、自分の腕が切断されることかの方が重要だったので、そんなことここでテストする理由が一体何なのかなと思ったんです。私は完全にその時被害者でしたから。で、あまりに、IQ 値、一応頭がどれぐらいいいか、頭いい悪いってないのかな、のテストをして、その数値とその、記憶力の数値にあまりに差がありすぎると。一般的によく言われるのは、頭のいい人はたくさんのものを覚えられていて、物覚えが良くて、受験なんかやってもうまくいっちゃうよねっていうのが、平均的な人間なわけですね。大雑把に言うと、私は忘れっぽくて、平気で人との約束を破って何をしでかすか分からなくて、全く時代に合ったこともないような歌を歌ったり、全く時代に合ってないような洋服を着たりね、することが多いんですよ。で、途中までは怖かったんですけど、そのことは何とかクリアしました。ただね、困ったのが睡眠はね、どうしてもやっぱり、これ不思議なもんで、やっぱり私あんまり死に対してはね、人が死ぬってことに対して
恐怖を感じてなかったんです。しかしね、先日ね、父が亡くなって、年金のね、何か供養の足しにしてあげられればと思って、年金の請求をしましたところ、基礎年金番号かが分からないと一切お調べできませんと。で、世田谷区にね、もちろん父竹下俊明って言うんですが、竹下俊明という人物は何人もいるので、どの竹下俊明さんか分からないんですよっていうふうにおっしゃられたんで、大変失礼ですが、竹下俊明という人物は世田谷区内には一人もいないはずですと。そういうのね、好きだから調べるんですよ。竹下敦氏も世田谷区内には私しかおりません。ですのでね、そこで嘘をついちゃうんですよね。そうすると今度どうなるかっていうと、いや、これは全国の話ですからっていうふうに話がこう脱線していくわけですよ。っていうふうに今している話もすでに話が脱線してるじゃないですか。だから興味があっちやこっちやに分散しちゃって、結果何の話をしているのか分からなくなっちゃうことが多いんです。いいこともあれば悪いこともあります。嫌なことを忘れることが多いんで、自分は友達でね、お友達だと思っていた人物に久しぶりって言うとプイッてされたりとか、いつの間にかそれになっちゃってね、何かこう私がこう「やいやいやい」とか、なんかこう「やーい」って表でギター弾いてるの見て、うわー、あれはイカれてるわって思って、去っていっちゃったのか。いろんな方がいましたけど、理解してくれてる方とはお付き合いできますし、やっぱりこういうのっていうのはまだまだ社会ではね、認知されないんですね。でも、一回ね、片付けしててお薬なくしちゃって、で、またいただいたんですが、やはり3時間ごとに目が覚めちゃうじゃないですか。どうしたってやっぱりまた睡眠導入剤を飲まないと眠れないわけですよ。結果的にお薬の量が足りなくなるわけですね。で、私はもう高畑圭介先生のことを信頼してますので、明日正直に、お薬をね、飲みすぎてしまいましたと報告したいと思います。もしね、身近な方でね、ADHA、ちょっと多動かなっていう、ちょっと他の子と違うななんていうお子さんなんかいましたら、ぜひ早めにね、自分がそういう人間であるっていうことを自覚することが重要だと思います。もうこれはもう先天的な
病気ですから治すことはできないんですよ。よく考えてみるとうちの母もそうでした。いきなりこれで怒られたかと思えばこのことで怒られたり、このことですごい褒められたり、本当に母親の顔色を伺うというか、そういった幼少期でしたね。はい、話が長くなってしまいましたが、とても大切な話なので、きちんと長くお話しさせていただきました。これからもね、一生この病気と付き合っていかなきゃいけないのかなと思うと、憂鬱ではあるんですが、でもやっぱりギターが私を、ギターと友達がやっぱりいるから私はこうしていられるのかな。あとはやっぱり一番大きいのは慶応義塾大学の高畑圭介先生ですね。本当に信頼しております。明日は出勤されるのかな。できれば、ギターのレッスンの前に、ご相談してお話がねうまくいけば、なんか安心して、明日のレッスン受けられるんではないかと思います。それでは話が長くなりましたが、竹下敦史でした。